にちは。こんにちは。ドレカスです。ドレカスです。まずは紹介から。アフィクション今井です。クローチェの上村です。初の屋外ロケやね。ねえ、夜にいつも撮らせてもらってるんですけど、はい、今回は初めてちょっと屋外に出て、はい、ちょっとね、ルストさんのちょっとアルファード、はい、僕のアフィクションチャンネルやねんけど。もういいじゃないですか。レギュラーですから僕。マジか。僕レギュラーなんで。いや、レギュラーとかそういう問題、違うんですけど、うちも紹介してくださいよそんな。まあ今回だけは、ただね、僕ところのほんまデモカーがあれば、はい、日本一番に僕がやりたかったんですけど。まあそりゃそうですよね。まだね、工場から帰ってきてない。あ、噂のバージョン2ですか。全然帰ってきてない。おかげでルッソさんのから今日紹介させてもらいたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、大丈夫です。まずは僕質問していくから、はい、どんな特徴かちょっと言ってよ。そうですね、はい、わかりました、ね、ルソさん、まずアルファードベルフェア両方あるよね。あります。今回はこれはアルファードにしました。今回はアルファード。はい、いいね、後期型かっこいいっすよね。ちょっとほんまに僕も買おうかなと思ってるぐらいなんですよ。まず、はい、スポイラーの説明お願いします。わかりました、はい、フロント周りはこちらのフロントのフリッパーです。な、ここの立ち上がり。そうです、ここ立ち上がりと、あとこの角度もちょっと結構こだわってまして、おここのあんまり出すぎずでも出てるっていう、この上から見た時にすごく微妙にちゃんと1センチぐらいのラインかな。そうですね、ちょっと本当に微妙な、本当に微妙なんですけど、そこまでこだわって何回もこう修正してもらって、うんうんうん、 R をな、はい、うん、作ったんですよ。エアロを作る時の一番肝心なのはやっぱりそこのこだわりをすごく入れないと、はい、後で表現力が出にくいんで。うん、そうですね、はい、すごくいい感じの滑らかに入ってますここ、はい、そうなんです。まあよく見といてください。はい、ここだいぶ前に出てるけど、はい、まあだいぶってこともないのか。そうですね、ちょうど頃合いか、出すぎずでも出てないこともないみたいな。そうやね、はい、これぐらいね、やっぱどうしてもフリッパーでデザイン性がすごい少ないので、はい、だからちょっとだけまあまあ主張したのはここかもしれないですね。あ、でも、はい、いや、いいと思います。ちなみに下にはどれぐらい伸びてますか。約25ミリぐらいです。うちも大体それぐらい。でも大体フリッパーは皆さんそんな感じが多いですよね。そうやね、はい、2センチやったらちょっと薄すぎるかな、ね、3センチ以上いっちゃうとちょっとね、分厚すぎるんで、はい、だからまあ 2.5 センチぐらいがちょうど25ミリですね。はい、はい、この大きさになって、これは当然塗り分けてるもんね。塗り分けしてます。はい、これはエアロ届いた時は未塗装やもんね。未塗装になります。はい、はい、何とか説明したと思うんですけど未塗装になりますんで、はい、はい、あとはお客さんの好みで色分けを。そうですね、はい、するという感じですね。いいね、このラインの分け方綺麗ね。ちょっとここはこだわって塗り分けもなんか結構自分でこう絵を描いてみて塗ってみたり塗ってみらんかったり見たり、はいはい、はい、横はまあまずホイールはこれレイズさん、スレイズさんのホムラですね。あれ、レイズさんのホイールもかっこいいもんね。そうですね、21インチのあれに履いてます。はい、うちも21インチです。 LK はよろしくお願いします。はいはい、サイドはい、サイドが特徴やね。そうですね、これが一番特徴ですよね。はい、はい、それはちなみに取り付けの方法は、ここは両面テープです。はいはい、このしっかりつく、しっかりつきます。全然これで名古屋とかも全部自走でイベント行ってますけど。なるほど、全然押したことはないです。ちょっとまあレーシーというかスポーティーというか、この空洞がここ開きますんで。あ、はい、はい、なるほどな、はい、で横やね。そしてあとはもう横下からつける、まあ、ドアにつけるので、まあ、ドアにつけるタイプのフリッパーですね。うん、サイドフリッパー、はい、サイドフリッパー。商品名はサイドフリッパーでいいですか。はい、サイドフリッパー、はい、大丈夫です。はい、ちなみにちょっとエアサスやんな。はい、上げてみましょうか。これデモカーエアサスです。はい、ちょっとエアサスの上下を一回見てもらう。これちなみにどちらのメーカーですか。ボルドワールドさんの、はい、エアサスです。はい、次リアね。はい、後半戦ですね。後半戦、はい、リアのアングルをちょっと映しながら。そうですね、リアのパーツを紹介して。はい、わかりました。ちなみに、はい、なんかさりげーについてるけど、これさりげーなこうゲートスポイラー、あ、ルーフスポイラーです。純正のウィングにこの真ん中のところをかぶせる。そうです、まあこの色分けしてるところがその商品になるんですけど。なるほど、はい、こうくぼんでるじゃないですか純正って。はい、これがなんかすっごく気になってて、お
まあ、せっかくちょっとなんかこうワンポイント欲しいなと思って、はい、でこういうのを作ったんですよ。おー、はい、これ両面だけやもんな。両面だけです。貼りやすいな。はい。おー、なるほど。ちょっとまあ角度をしっかり合わせてあげないとちょっとまあ浮きやすくなったりとか、まあ、うん、FRP の、あの形状上なりやすいので、はい、そこはまあ調子いいところで止めてもらうんですけど。なるほど、はいはい、これは何ちゅう商品ですか？こちらゲートスポイラーです。ゲートスポイラー、はい、これなんか評判ええって？これね、意外に評判聞くけど、そう、評判いいんですよ。これでもかっこいいよな。はい、まあ、さりげな感じで色をパールにしたらよかったね。あー、それは目立たさなあかんやん。そうか、そうですね。うん、なんじゃあ俺これもらったのか？いや、ダメですよ。買ってください。在庫ありますんで。リアサイドのフリッパーです。うちもあんねん、こんな感じありますね。ちょっと形ちゃうよ、なんでもな、はい、ちょっと微妙に違うんですけど、うん、リアサイドフリッパーです。まあ、取り付け方法はまあほぼほぼ一緒やと思うしたから、ね、まあ微数値と両面ですよね、うん、はい、これも塗り分けね。塗り分けしてます、もうすべて同じ色で。いいよね。はい、はい、こんな感じで。あと何かこうこれだけは伝えときたいっていうのは、あ、ピラー作ってたんじゃん。ピラー作ってます。説明して。はい、こちらステンレスのピラーです。取り付け両面テープになってるんですけど、はい、一応まあここと、はい、ここと、これはルッソさんっていうのマークは入ってねえね、ちゃんと、はい、ブラストしてます。なるほど、ステッカーではない。ステッカーではないです、はい、砂をブシュッとかけてこう削ってるというか、なんというか、はい、この表面のこの柄いいよね。これヘアライン調になってるんで、うちももともとヘアラインのステッカーでは作ってたん、はい、ああ、なるほどね、うん、だからこれまあ言うたら一昔前やったらメッキが多かったんで。そうですね、メッキピラーってやっぱり多かったですね。今もうメッキはね、はい、ちょっとえみたいな感じやから。そうですね、これさりげなくていい商品ですね、はい、うちも一応ありますんで。うちはステッカーやから。ステッカー、はい、はい、うちはあの鉄じゃないな、ステンレスの、はい、ステンレスピラーで、ステンレスでのパネルやもんね。パネルになってます。はい、だからしっかりできてます、はい、そこのとこ頭に入れてください、はい、一応前のこっから、ここ、はい、そこ、ここはで、リアドはで、ここ、後ろの、はい、はい、片側4ピースね。そうですね、合計8ピース、はい、わかりました、ありがとうございます、はい、あとこれも売ってんの？ご要望があれば作れます。一応基本的にはパンフレットでは載ってない。まだ載ってないです。あ、なるほど、はい、こういうのもまた声をかけてもらったらルソさんで対応はしてもらえるので、はい、またそこも、はい、はい、まあ、カラーも言ってもらえれば、まあ、今回デモカーと同じようにちょっとまあガンメタっぽいやつがいいよとか、うん、これ言ってもらえればガンメタちゃうやろ、これゴールドやろ。これはゴールドですけど、はい、塗り分けがゴールド、塗りはガンメタなんで、ガンメタからガンメタにしたいよとか、ちょっと、はい、派手すぎるのはってなれば言ってもらえれば全然それは対応しますんで。 OK です、わかりました、はい、まあいろんなパーツあっていいよね。そうですね、はい、ルッソさんもいろいろあるよね。ありますよ、内装パーツもうちあるんで。そやな、はい、次回内装パーツ。そうです、また次回でもいいんで、はい、またチャンスがあれば。わかりました、はい、じゃあまたそんな感じでドレカスいろんな車を紹介していきたいと思います。今回はルッソさんのアルファード、はい、うちのアルファードでした。30後期です、はい、ベルファイア次ホイールを LK1 入ってるのも紹介しましょう。はい、入ってるんで、じゃあぜひ2回もお願いします。半年後な。だいぶ先っすね。いやいや、まあせめて次ね、プラスゾーン、ベルファイアあってもらってからのうちのベルファイアで全然はい、わかりました。そんな感じで、はい、また次回よろしくお願いいたします。